はい、どうもゆうたです。今回は、オイル系を変えていきます。エンジンオイル、ミッションオイル、リアデフオイルの3つをちょっと変えていきます。はい、で、リアデフとミッションオイルはこちらのロイヤルパープルマックスギア 75W140 にしました。これ 85W140 もありましたね。で、ロイヤルパープルさんは結構ちょっと最近評判いいのを聞くので、ネットで結構ちらほら、はい、なんか多分他のオイルのメーカーさんとはちょっとまた違った成分がなんか入ってるのかな、ちょっと詳しくないですけど、なんかシナーレックとかっていう、そういうのが多分ね、あの保護にすごくいいんじゃないかなっていう感じです。ちょっと試してみようっていう感じで今回は買いました。ただちょっとやっぱお値段しますね。で、この海外製の商品ってあの偽物が結構多いと思うんで、僕はその正規輸入代理店のレッドツリーさんっていうところのところから直接あのヤフーのショッピングで購入しました。はい、なんで多分本物だとは思うんですけど、はい、ちょっと使ってみてどうかなっていう。で、交換のスパンなんですけど、リアデフが1万キロ走ってます。ちょっとね、走りすぎちゃったっていう感じですね。で、ミッションの方は、6000ちょっとぐらいかな、まだ持つかなと思うんですけど、ちょっとなんせフィーリングがすごく悪くて、ちょっとシーズンオフ前に変えようかなっていう感じであったんですけど、もう今ちょっと変えますっていう感じですね。はい、で、エンジンオイルの方はモーティーズ M11H の方を使っていきます。これ初めて入れた時すごい、フィーリングも良かったっていうのはあるんですけど、油圧がね、今まで使ったエンジンオイルの中で一番高くて、高ければいいのかって言われるとちょっと素人なんて分かんないんですけど、低い日よりはいいなっていう感じで、これもちょっと高いオイルではあるんですけど、やっぱちょっとサボらずにね、油脂類はこれからいいやつをちょっと入れていこうかなっていう感じではあります。はい、じゃあ早速交換していきます。ちょっと先に油面の量を見ていきます。黒いけど汚れはね、めちゃくちゃ黒いってわけじゃないね。エンジンオイルは3500キロなんですけど、今スパンがまだいけるかなっていう感じでありますね。安いオイルだとやっぱすぐ変えた方がいいと思うんですけど、油面の量もフルのところまで来てます。よし、じゃあ変えていこう。なんかちょっと、ここがオイルのにじみがあるね。ブローバイだね。一応フィラーのキャップとレベルゲージをちょっと抜いておきます。よし、じゃあ抜いていこう。よいしょ。熱い、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 熱い。エンジンオイルドレンボルトなんですけど、僕は強力マグネットのやつに変えてます。メーカーどこのか忘れちゃったんですけど、民からで
レビュー、あ、ミンカラでレビュー投稿してないかな、ちょっとどころか忘れちゃったな、字幕で出しておきます。でね、鉄粉は多少だけちょっとついてました。これ拭き取った鉄粉、これだけです。はい、っていう感じです。おう、はい、じゃあ入れていきますか。入れてきます。エンジンオイルの方が今交換が終わって、一応ね、あのフルの上ちょうどぐらいに入ってます。はい、でまあちょっと様子見て、ちょっと減るようだったらもうちょっとフルの線のところぐらいがちょい上ぐらいがちょっと EJ はマストなんで、そのぐらいまで入れようかなっていう感じです。はい、次ミッション行きます。ミッションなんですけど、ドレンが2箇所、こちらが T70 トルクスで、こっちがいくつだっけ T55 のトルクスで、こっちがフィラー、あそこは T55 だね。はい、って感じでまずフィラーからね取っていきます。よいしょ、一応ね全部緩めましたんで、先にフィラーを取っていきます。マジでフィラーから出るってヤバくない？聞いてねえんだけど、ふざけんなよ。うん、この前結構入れたからな。ドレン行きます。結構勢いがいいんだよね。あつ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 い、あともう一個の方のドレンも、あつ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 い、こんな感じでちょっと抜けるのを待ちますか。とミッションドレンなんですけど、結構これ鉄粉っぽいね。はい、ミッションは結構ついてますね。フィラーのドレンの方は、フィラーとドレンは平気だね。結構ついてます。でもね、前にね変えた時はね、あのミッションのかけらみたいのが出てきちゃって、ちょっとねおかしいんですよね、っていう感じなんです。はい、色の方はロイヤルパープルっていうぐらいなんで、やっぱり紫の色をしてます。はい、でね一応ミッションもね全部交換終わりました。で一応4本入れたところで、このフィラーから溢れてきたので、
それが満パンっていう目安です。はい。でミッションのねフィラードレン系のパッキンガスケットっていうのは潰れるタイプではないので、別に新品交換にする必要はないです。ディーラーの方にも聞いたんですけど、パッキンガスケットを買いに行った時に別に交換必要ないよって、エンジンの方はもちろん潰れるやつなんであれなんですけどっていう話を聞きました。一応ディーラーさんから。はい、次リアデフやっていきます。こちらのセンサーを取って、でここはドレンは17ね。でこっちのがね、これ24です。これ24のディープで、ここにセンサーのアダプターがあるんで、深いディープソケットじゃないと入りません。24mm、よいしょ、よし、緩んだ。よし、緩んだ。でね、この前ね、入れるときね、前をかなり下げて入れたんで、多分今平行にしてるんでフィラーから漏れてくるんで、もうフィラー緩めたんで先にドレンを緩めてガバッと出しちゃいます。で容量は1リッターなんですけど、なかったんで5リッターで贅沢に使っていきます。リアデフは汚れはどうかな。ちょっと結構ついてるね。あーすごい。はい。でリアデフの方のパッキン、ドレンのパッキンもこちらもミッションと同じで潰れないタイプです。なので再利用を可能ということです。ディーラーさんに聞いた話ではね、ちょ間違ってたら教えてくださいコメントで。ディーラーさんに聞いたんで合ってるとは思うんですけど、はい。で多分ねこれね、品番っていうか物も変わってんすよね。昔銅のタイプだったんですけど、ちょっと黒いこういうタイプに後期からなのか分かんないけど変わってます、おそらく。はい、一応これでミッション、リアデフ、エンジンオイル全部交換が終わりました。ちょっとフィーリングを確かめにちょっと走ってみたいと思います。はい、ミッションのフィラーからの
デフもちょっとサーキットとか行くとリアデフテンプがメーター上についちゃってオーバーヒートっていうか結構熱が入っちゃう状態が結構ね多々あるんで、それはちょっと防ぎたいなってことで、まあオイルだけ、まあオイルクーラーつければいいんでしょうけど、リアデフのちょっとめんどくさいんで、クスコの容量アップのやつカバーがあるんで、それにしようかなと思って。それでもリアデフテンプついちゃうようだと、まあ多分僕のリアディフューザーが関係してて流れないのかもしれないんですけど、ちょっとね風が流れなくて冷えないのかもしれないんですけど、まあ、容量アップをしてあげて様子を見て、それでもダメだったらデフオイルクーラー、そのクスコのカバーのやつにもう穴がもともとついてるんで、そのカバーにするとそれだと簡単につけれるんで、ちょっと様子見ですね。はい、という感じです。あとミッションオイルなんですけど、すごい今回ちょっと不思議に思ったのが、前回変えた時が結構距離1万キロとかもっと走ったのかなとかのレベルで全然変えてなくて、サーキットもまあ行ったりとかしてるんですけど全然汚れてなかったんですよね。ただ今回すごい汚れてて、鉄粉もすごくてドロッドロだったんですよ。リアデフに関しても前回変えた時より、まあ、リアデフは前1万キロぐらい走っちゃってるんで分かるんですけど、ちょっとミッションオイルの汚れがひどいなっていうのありました。あとオイルはやっぱなんかね、新品だからなのか外気温33度あってアイドリングしても90度超えないんですよね。気温が上がらないせいか水温もね90超えないんですよね、アイドリングしてても。やっぱ熱入れてない新しいオイルだと上がりにくいのかな。油圧に関してはほとんど変わらないね。アイドリングで4キロぐらい90度いってないけど、やっぱいいね、新しいオイルって気分もいいわ。